ドラマ CD、佐々木と宮野、春のチャリティーバザー。あ、悪い、まだ会議中？佐々木先輩。あー、終わってるっちゃ終わってっけど。どっち？お人よしだけ残ってサービス残業中。新学年始まったばっかなのにそんな忙しいんだ。防災訓練の連絡事項と来月の生徒会選挙の打ち合わせと、1年生がまだいねえから人手不足なんだよ。忙しくて楽しいよね。後半は同意しねえぞ。今は来週末開催のチャリティーバザーについて話し始めたところです。ああ、なんだっけ、毎年ボランティア部が主催してるやつだっけ。話しか聞いたことない。休日に開催してますし、関係のある部活に入っていないと基本的には参加しないですよね。そっか、来週末。佐々木先輩もどうですか？うん、みやちゃんがいるなら来ようかな。え？なんなら朝一で来い、人手は歓迎だ。あ、運営側って意味？そういうつもりではなかったんですが。暇ならぜひ手伝ってくれると嬉しいな。サビさんもそうだけど、風紀委員会ってブラック委員会なの？それについては慣行令が敷かれているので、俺の口からは何とも。本当なんだ。まあ暇だしいいよ。朝9時に校門前集合な。休日なのに早っ。いいんですか先輩。うん、いいよ、家にいても暇だし。ありがとうございます、実はだいぶ助かります。そうなんだ。あと何人かかき集めればなんとかなるか。俺も声かけてみます。平野は誰かいないの？手伝ってくれそうな特別親しい後輩とか。特別親しい？声をかけられる心当たりはいねえよ。本当かな？うるせえな。あとは俺がボランティア部の部長と詰めとくから、今日は解散。委員長、詳しく話を。解散。はいはい。みやの、ボランティア部から飴もらった。はい、みやのの分。顧問が差し入れ配っててさ、椅子は渡してきた。ありがとう、助かった。お疲れ。お前ら佐々木見たか？あっちで見たす。宮野のことを探してた。解決したな。ここで待ってろ、用事あるからついでに声かけてくれ。ありがとうございます。うん。二人はこの後どうするの？適当に遊んだら帰る。なんかポップコーンの大きい機械準備してたみたいでさ、量わかんねえけど100円ってすっげー安いよな。確か企画書にあったのは映画館で400円くらいの量だったかも。価格崩壊じゃん。5個買って帰るわ。そんなに食わないだろ。別にじいちゃんたちに配ればいいし。田代って年上に好かれそうだよな。ああ、わかる。うん。じゃあ俺は彼女にお土産買ってから帰ろうかな。宮野、お先に。最後の撤収作業まで頑張れ。手伝ってくれてありがとう。佐々木先輩、今どの辺かな。先輩来る前にチラシだけもらっておいた方がいいかな。冷た！みやちゃん、みっけ。先輩。はい、これ差し入れの飲み物、 PTA の人が配ってたのをもらってきた。ありがとうございます。あ、これ前にみやちゃんが言ってた無糖のやつ、これだよね。はい、よく覚えてますね。そう？普通じゃない？普通。そっか、普通か、これは。あれ、小笠原、何してんの？お前が呼び出したんだろ。俺は朝来いっつったんだよ、設営手伝ってほしいから。会場してから来るやつがあるか。は？じゃあ俺何のために来たんだよ。意味ないじゃん。じゃあ時間潰してもらって撤収作業やるか。そんな長くいるか。せっかくなのでバザー見て回るのってどうですか。彼女さんへのお土産とか仲直りのお供が見つかるかも。営業トークか。そういうつもりでは。それどこにあんの？あ、これチラシです、どうぞ。
ここに案内が。あざす。佐々木、一緒に回ってこいよ。チラシ配りは俺が代わる。もともとお前は一般客だしな。行って大丈夫ですよ先輩。チャリティーバザー楽しんでお金落としてきてください。じゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。お前なんか態度違わねえか。気のせい。どうしたの？いや、なんか扉が硬くて。あれ、本当に開かない。ちょっといい？開かない。なんか引っかかってんのかな。反対も開かない。そういえば、学校の目安箱に南校舎2階の教室のドアが立て付け悪いって入ってたんですが、ここの教室か。ああ、蹴ってみる？いやいや、ダメです。で、先輩、いつの間にこんなに近くに。あ、ごめん。そうだ。ねえ平野さん、俺が靴ひも切れたって言った時さ、驚いてましたよね。なんで？ああ、さっきのロッカーとかしっかりしてたし、鍵くんは問題ねえ話だろうけど、靴ひも切れると縁起悪いとか聞くから。心配してくれたんだ。試合前なのにって思っただけだ。どんな風に縁起悪いんだろう。それって恋愛関係ある？は？恋が実らなくなるとかそういうのじゃないよね？出かけに切れると良くないことが起きるとかそういうんだったと思うぞ確か。じゃあ恋愛も含まれるのかな。広く捉えりゃ何でもそうだろう。てかもうそもそも草履の時代の迷信だし深く考えんなよ。靴ひも切れる前に変えるようにしよう。そんなに気にすることか。気にするよ。だって俺平野さん好きだもん。あ体育館前で言うな。部活戻る。行ってきます。お行ってらっしゃい。振られた後も好きって言ってる。でも平野さんは全然照れない。それどころか呆れられることが増えてきた気がする。押してダメなら引いてみると思うけど絶対平野さん気づいてくれない。